はい、アイルベーダーについてちょっとお伺いしたいんですけど、アイルベーダーお好きだと思うんですけど、はい、ね、アイルベーダーとの出会いのきっかけみたいなのはどんな感じなんですか？もともとマッサージとかエステティシャンとかの仕事をしてたんですけど、太鼓式とかもやってたこともあって、お店の名前はタイに行って勉強してた時にこの名前にしようと思ってたんですけど、アイルベーダーってちょっと最初とっつきにくい部分があって、なんか魔女っぽいなって思ったんですよ。オイルをこう煮込んだりとかちょっと独特だなって思って、いろんなマッサージで勉強したんですけど、本当に最後に勉強したのがアーユルヴェーダで、アーユルヴェーダの知識を取り入れていった時に、あ、これなんだって思ったんですよね、はい、やっぱりオイルがとても重要、他のマッサージと比べてやっぱり効果が高いっていうのはすごい感じたので、自分が受けてそれでアーユルヴェーダを仕事にしたいなって思ったのがお店始める数年前なんですけど、はい、太鼓式とかもやってたんですね。アーユルヴェーダ勉強する前はタイのチェンマイの方にで1ヶ月ぐらい修行というか勉強して、あとバリーに行ってバリニーズマッサージも勉強したりとかやってたんですけど、最終的にやっぱり、うん、アーユルヴェーダだなって。太鼓式もやっぱり勉強するともともとアーユルヴェーダインドが起源だったりするっていうのもあるので、うん、やっぱり根本的なところってアーユルヴェーダだなっていうところにたどり着いたっていう感じですかね。そうなんですね、はい。アイルベーダーに最初に触れたのはサロンかなんか行ったんですか？もともと勉強してみたいなって思って、はいはい、日本にあるアイルベーダーのスクールみたいなところに行って、そこでアビアンガを受けて、ちょうどやってくださった先生が講師してくださる方で、その方とのご縁もすごい感じたので、まあ、とりあえずそこで習おうってなって勉強して、その後やっぱり本当のアイルベーダーのドクターに出会って、で現地ってやっぱり治療で行ってるじゃないですか、はい、それをやっぱり学びたいなっていうのがあって、スリランカに行ってドクターから学んだっていう流れになるんですけど。じゃあスリランカの現地でも学んだんですよね。そうですね、はい。アーユルヴェーダのおすすめっていうのはあります？アーユルヴェーダを知らない人とかに勧めたりする場合、なんて言ったらいいですかね。一番やっぱり何が重要かって、オイルの質とかどのオイルを使うかっていうところがすごく重要なんですけど、やっぱり向こうだとお医者さんがたくさんあるオイルを選別して、その人の例えば病気だったり何か疾患があるとか、そうじゃない人とかにもいろんなオイルをこう合わせてその人に合うオイルを見立てて使うっていうのがあるので、ただ単純なまっさらなごま油だけとかを体に塗るとかじゃなくて、たくさんハーブが入っているので、はい、そういったハーブのオイルを体に入れてあげるっていうのは、体の中のいらないものを出してくれたりとか、あとは病気になる基準って難しいところなんですけど、なるべく健康に日々いられるようにしてくれるものだなって、アーユルヴェーダのオイルってそういうものだと思ってるので、はい、体に入れてあげるっていうのはすごくおすすめですね、はい、やっぱりオイルが重要ってことですね。オイル重要ですね、はい、ハーブとかで作っているいろんな種類があるんですもんね。たくさんありますからね、はい。スリランカのアーユルヴェーダのオイルはスリランカの土地がやっぱり自然がすごく豊かで、ハーブが育ちやすいっていう環境だと思うので、やっぱりオイルもすごく質がいいと私は思うので、スリランカのオイルをうちでは基本使ってるんですけど、はい、お客様もやっぱりオイルがすごく体に入ってその効果を実感されてるので来てくださるっていうのがあるので、サロンのおすすめもやっぱりオイルっていう感じですかね。そうですね、一番ご予約いただくのはアビアンガオイルを全身に残す、はいはい、コースを受ける方が一番多いので、やっぱりアイルベーダのオイルで体にマッサージしながら入れてあげてっていうコースが一番おすすめですね、はい。お客様はどういう方が多いんですかね？女性専用ですね。うちは女性専用なんですけど、はい、年代でいうと一番多いのは30代から40、50、もっと上の方もたまにいらっしゃいますけど、はい、はい、まあ、自分に近い年代の方が多いかな。やっぱそうですかね。結構リピーターの方とか多いんですか？そうですね、ほぼうちは9割ぐらいはリピーター
ーターさんでありがたいことに、はい、ベニヤさんはオイルがいいっていう感じなんですか？オイルやる前と後だと結構変わる方もいますね。なんか肌ツヤが良くなったりとか、ちょっとつきものが取れたみたいな感じに言う方もいるんですけど。そうですか。実際自分もオイル受けるとそういう感じになるので、分かりますね、はい。それとあと美香さんの笑顔で癒されるのかもしれないですね。オイルだけじゃないと思いますけどね。まあこんな感じで、はい、いつもやってるので。だからやっぱりリピーターさんが多いっていうのはそういうことなんじゃないかなと思ったんですけどね、はい。お客様もすごく気が合うというか、そういう相性とかもあると思うんですけど、はいはい、仲良くなってくださる方がすごい多いなって思いますね。そしてサロンのおすすめみたいなのあるんですか？はい、でもやっぱりアビアンガですかね。アビアンガをやってる、はいはい。日本だとやっぱり治療行為みたいなのはお医者さんじゃないのでできないっていう部分もあるので、はい、オイルをやっぱり施すっていうコースが、アビアンガが今3つ時間でショートとスタンダードとロングで3つコースあるんですけど、だいたいまあスタンダードショートのご予約される方が多かったりしますね。アビアンガが一番ご予約は多くいただいてる感じですかね。そうなんですね、はい、やっぱりそれが一番スタンダードというか、そうですね、まあ、人気のということですね、はい、他には何かあるんですか？であとは、まあ、なんかフェイシャルとか、フェイシャルだけのコースもありますし、 あるんですね。あとはお客様によっては太鼓式もちょっとやってあげたりとかする感じですかね。あ、太鼓式も。そうですね、あの妊娠、お腹大きくなってる方とかやっぱりうつ伏せとかちょっと辛かったりするので、はい、太鼓式をやってあげるっていうこともあったり。それいいですね、太鼓式ね。そうですね、はい、そういうメニューとかホームページとかには載ってるんですか？ホームページはあります、はい、メニューが一通り載ってるので、じゃあ、まあ、それをね、はい、参考にしていただければということで、概要欄に貼っておきますんで、はい、ありがとうございます、ええ。SNS とかもあるんですか？そうですね、一応インスタグラムは、インスタ、はい、やってると。なかなかやってます。ということで、わかりました。はい、いろいろお話を伺いましたが。まあ、うっちゃんさんも、はい、もちろん、スリランカの案内人って感じで、全部ご存知だと思うんですけど、はい、やっぱりスリランカの魅力を知らない方、はい、まあ、行ったことなくても、ちょっとでも興味持っていただいたりとか、行きたいなって思う方が増えたらいいなって思いますね。すごくいいところなので。そうですよね、本当に、はい、そのために私もいろいろこういう活動をしてるんですけど。そうですよね、ですから本当にね、はい、一緒にいろいろ広めていけたらと思いますんで、はい、そうですね。ということでね、今日はいろいろお話を伺いましたが、はい、ぜひまた本当にね、スリランカで会いたいですね。もしお会いできたらスリランカで、はい、次回はまたスリランカでお会いしましょう。はい、今日はアユベーダサロンのスワイさん、はい、ミカさんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい。